はい、こんにちは。ゲームイズナイプロです。はい、皆さんこんにちは、翔です。だけで、はい、今日はちょっと変わったランキングやっていきたいなと思いまして、恋に出して読みたい友情コンボランキング、ちょっと僕これ作ってきましたんで、はい、やっていこうかなと思います。まあ、なんでちょっと作ったかっていうと、はい、今まで僕らがなんか予想とかで、新キャラとか、限定キャラを予想するときに、まあ、ほとんどまあ僕だと思うんですけど、なんか友情コンボまでね、名前まで考えたりして、例えばイルミナリークラウドだったりだとか、最近だとね、スペクトラムリフレクションだったりだとか、結構そのライブさんが考えたやつは、なんか恋に出して読みたくなるみたいなコメントがあったんですよ。はいはい、で、それで、あ、確かになんか恋に出して読みたくなる友情コンボって、でも他にも妄想の中にも結構あるなと思って、ちょっとトップ10でね、今回ランキング作ってきましたんで、はい、お付き合いいただければなと思います。じゃあまず第10位。はい、でも結構ね、必殺技っぽい、ね。そう、必殺技っぽいっていうのはやっぱりね、第一印象でなんかイメージしやすいし、実装された時になんかね、あれなんかみんなつぶやいてると思うんだよね、なんか人知れず。そういうわけでいきます。はい、ラウンドラッシュ。いいそう。これはね、やっぱりエルドラドが実装された時に言ったもん、ボソッとラウンドラッシュ多分ね言ってるとみんなでも心の中で言ってると思う。はいはいはい、その、必殺っぽさはありますね。声には出さなくとも心の中では1回はみんな多分ね、ラウンドラッシュは言ったことあると思います。なんでね、これはまあ10位に入るかなっていうので入れました。ラウンドラッシュね、言いたくなる。ラウンドラッシュは本当に言いたくなる。でアイコンもこれ合ってるしね、友情コンボもなんかイメージしやすいし、これはね結構入るんじゃないかなと思います。で次、早速まあサクサクトップ5までいきますね。これもね、次もでも結構、はい、トライブパルス。ああ、言われてる。トライブパルスもね、これアルカディが初めてだよ ね、 初めてですね。その時も言いましたね、トライブパルスは言った。実装された時にやっぱり使ってみた動画かなんかで、多分初めて分かると思うんですけども、その時にトライブパルスも言ったかな。トライブパルスはね、まず心の中で言ってから、口に出した記憶がある。吸引にして、これでもなんか略したりってしてるっけ、トライブパルスとかって。トライブって言ったりしますよね。トライブとは言ってるか、トライブパルスってなんかフルで言わないですよね。確かにラウンドラッシュもラウフラスもん、ね、ラウンドラッシュも意外に略されてるよね。ラグフラって訳す人も結構いるんだなと思って。そして続きます。これこの辺もでもね言ってるかな。はい、ソリッドバレット。あー、ソリッドバレット、ソリッドバレットは結構バレットついてるからね、バレットついてるの。そう、下にもなんか他にもオレンジバレットとか言いがちですけども、ソリッドなんか違うかなと思って。ソリッドなんかヒゲ剃りじゃないけど、なんかシェーバーの名前になりそうじゃない。あー、ソリッドとかなんちゃらソリッド。シェーバーのなんか名前って結構かっこいいね、名前が多いから口に出して言いたくなるなっていうので、一番最初これ確かなんかリキッドバレットかなんか。ああ、なんか確かそれはなんかリキッド、そうだね、なんかソリッドバレットっていうのがすごいなんか定着しなくて、自分の中でリキッドっていうじゃないですか。リキッド言う、リキッドっていうなんかワックス的なやつとか言うよね、リキッドで。あ、ワックスだかな、なんかなんか言うよね、うん、これもあれか、ラグナロクが初ですよね、ソリッドバレットもね。初ですね、やっぱ結構降臨につきがちなんですね、中二病の名前は。これ見て、確かに、これ見て思ったのは、今後やしゃみをソリッドバレットついてなった。いや、俺も今知った。今知って、さっき見てて知って、えっと思ったところはね、ソリッドバレットあるけど、ソリッドバレットはまあ8位、これ、入ってきますね。結構やっぱね、でも全体を通して、ほぼカタカナの、あ、名前、友情コンボは、やっぱ言いたくなりますね。でも次はね、だから、結構漢字が入ってるんですけど、唯一と言っていいほど全属性本命が25、なんかレオパレス25みたいな感じでなんか、まあ、今となってはね、結構全属性の友情って、まあ、あんま強いイメージないし、むしろ弱い方には入ると思うんですけど、この村雨が実装された時とかで結構全属性ホーミングみたいな。いや、最初のインパクトやばかった。最初のインパクトやばくない、やばかった、めっちゃやばかった。全属性、全属性のインパクトはどういうこと。そう、やばかったから、何気にでも今でもやっぱね思うもん、全属性エナジーサークルみたいな。でもそれで終わるぐらいの
ほんとネーミングのインパクトでも結構あるなと思って、全属性をつけたのはすごい。うんうん、全属性でも本当意味ないよね。意味ない。全属性は。でもなんか多分最初の目的的には、うん、その25発っていうのが結構異例だったんですよね。あ、だからあ、それはそうだね。うん、あの、あ、もともと25発だったか覚えてないですけど、だからその時に村雨ってホーミング出す量が多かったんですよね。うん、だから全部光にしちゃうとちょっと強いから。うん、フリ属性とか、うん、当倍属性のやつもちゃんと混ぜようってので全属性だったんじゃないかなっていうふうに思ってたけど、他のやつがついた理由は知らん。ミカとかついてそうだよね、うん、ミカとかなんか確かにな、弱いの代名詞みたいな感じで全属性になってたからな、うん、ね、合ってますね。でも25はそうだね、うん、結構当時としては多かったと思う。むっちゃ出てる予報だよね、うん、確かに。はい、続きます。これもね、唯一あれかな、漢字が入ってるかな。はい、リバース反射レーザー EL4。 これもなんかリバースがやっぱかっこいいなと思って、リバースかっこいいですね、うん、リバースがすごいかっこいいなと思って、うん、なんかね、まあ戻ってくるっていうんじゃないか、逆にも出る、リバースするっていうやつだからね、うん、逆にも出るみたいな感じのやつだけど、リバースって単語がかっこいいもんね。うん、これがね、反射レーザーの中でもかなりかっこいいかなって思って、うん、やっぱ言いたくなるね、うんうんうん、反射レーザーだけだったらこっちに出しても言わないし、うん、心の中でも言わないけど、リバースは言う、うん、それで天草しかついてないんだと思った、うん、まだそう、確かにね、意外に限定、そう、限定なんだなと思ってね。次、ここからね、まあ、トップ5入ります。ここからもどんどん12秒に、うん、これもね、これもでも結構なんか謎な、なんでこの名前になったのかっていうのはちょっと調べてないですけど、結構謎がられてる気がするんだよね。はい、フェローレーザー EL。 まあ、これも最初ヨミについた時になんか結構ね、でもこれ結構言ってる人多かったけど、フェローレーザーなんかすげえ、マジ言ってモンスターで言ってなかった、はい、結構フェローレーザーなんかね、ヨミ、そうだね、口に出して言ってた気がするんだよね、うん、あんまりイメージ強いやついないね、そう考えると。そうだよね、ヨミ以外にね、フェローレーザー、うん、でも本当ヨミだな、フェローレーザーでは読み、うん、確かに。でこいつもフェローレーザーなんだな、思った今それ。ここは、うん、あの緑色の戦士なんていうんだっけ、あいつ違う、これどっちだっけ、あおっさん、あ、そう、ジェネシス。こいつはイメージありますけど ね、やっぱり使ってるだけあって、うん、うん、ユウスケとかはね、まあ、確かに分かる、うん、ひねれば出てきますね、うん、フェローはこいつ、こっちはそうだった、うん、そうだったってなる、うん、だからフェローはなんかね、あと、ね、意外にやっぱついてないね。ついてないっすね。うん、EL 最近だと、うん、ルキアついて結構フェローレーザー言ったなっていうのもありますね。うん、次4位。これは言ってると思うよ。これ結構言ってると思う。4位かちょっとね、段違いっす。あ、そうなんだ。うん、壁多分ね、さらに壁がある。4位は結構やばいと思う。はい。クロススティンガー。あー、クロススティンガーは言ってるよね、うん、かっこいいネーミングセンス。クロススティンガーは本当にかっこいいと思う、うんうん、壁バウンドなんでも絶対言わないもう下がね、下が対比みたいになってちょっとかわいそうですけど、壁バウンドなんやばいね、そうなんや、確かに、うん、ちょっとビーラどうしたんだっていう話になるけど、ウォールバウンドバレットとかでよかったのにねああ、うん、確かに確かにね、うん、ウォールウィングバレット、確かに、なんで、確かに壁、そうだ、壁言いなそうだね、なんで壁って、確かに、ね、ダメージウォールまで行ってんのにさ、確かに、なんで壁、うん、こいつだけなんであえて訳されたんだろうね、うん、クロスティンがね、うん、最近だとそうか、青少年号についたから、うん、今までは小町の先輩東京だったけど、ね、うん、クロススティンがやっぱかっ、あの出た時結構かっこいいかなって、うん、使ってみたね、動画見ても思って結構言ったかな、うん、はい、トップ3、3位、これもでも好きですね。これは結構自分この友情自体が好きだし、まあ、最近だとね、コラボの降臨キャラでガッと波が来たと思うんですけどはい、シャイニングピラー。あー、シャイニングピラーはいいっすね。ドーンってイメージと合ってる、うん、合ってるね、シャイニングピラーは。そう、なんかワンピースのゴッドネルの、うん、空島のゴッドネルの場所が落としてくる、うん、あれあれそうだ、うん、あれのイメージですね、うん、俺シャイニングピラーは。
シャイニングだね、うん、それ確かにすげえわかる。これいいっすね。なんか友情の中なんかすげえでかいイメージあるし、うん、シャイニングピラーなんかエフェクトがもうトップ3入るんじゃないかってぐらい派ですよね、うん、これはね。 SS の本当、うん、ね、よくコラボの後の SS 打った後にある演出、うん、ズゴーンでいくやつだよね、うん、いや間違いない。これはね結構好き。ドラクエコラボとか来たらこれメラゾーマと被るんじゃないか。あー来そう、うん、シャイニングピラーはねちょっと言ってほしい。言ったことない人はちょっと一回でもね、うん、声に出して言ってほしいですね。次、これもこれ多分ここまさに段違い。これは絶対言ってる、絶対みんな絶対言ったことない人いないと思う、うん、インボリュートスフィア。いやでしょうね絶対言ってるでしょうね一回は。インボリュートスフィアは絶対言ってると思う、うん、言ってますね、うん、これはねすごいなと思うもん、うん、いやある程度モンスターやったら見ない日ないんじゃないかなってぐらいの友情ですからね、うん、インボリュートスフィアは、うん、言ってない日もないかもしれないですね、うん、インボリュートスフィアに関しては。俺もさっき星5制限で使ったし。あマジ、うん、あのあいつマーズ、マーズ確かにね。もうでもインボリュートスフィアって言わなかったな言わなかった言わなかったなこう見るとね本当最後すげえなと思う。最後よくもらったなってね。いや本当だよ。インボリュートは思うけど、うん、ここ結構特殊なところによく入ってきてるこのおっさん。ほぼしかも半分マナって言っても過言、うん、いや半分マナだよ半分ではないからね、うん、このね並びだからほぼマナしか持ってないって言っても、うん、勇気もコラボだし言ってってかね、うん、マーズもコラボだし、そうかん、あてかカナタもコラボだから、うん、言ってマナと最後しか持ってないみたいなもんだけど、うん、インボリュートとしてはねまあ言ってほしいですね、うん、これは。で最後これさっきねちょろっとまあ話出てましたけど、ウォルムバレットかな。ああ硬いね、うん、うん、なんか本当の1位だったらインボリュートスフィアになるかなと思ったけど、うん、今こういうに出してみたいってなるんだったらウォールムービングバレット。うん、ウォールムービングバレットはなんかねキリトが言いそうわかる、ウォールムービングバレットみたいな感じで言いそうなんですよねマジで。でもこれ GGO になっちゃうからバレットなんてでも俺これ最初出た時に、うん、マジで思った。あマジマジキリと言いそうやな。あこれはねでも本当、しかもさっきの話だと絶対さビーラの後だし、うん、これビーラワンチャンそうウォールス説あったよね。なんかねあなるほどね、ビーラこれおかしくないですかみたいな、うん、確かになんでビーラこれバウンドバレットさくないですか。文字数的にはこっちの方が長いからねこれめっちゃ長いよね、一番長い説あるんじゃないですか。からのチップ層でしょ、どうなったのどういうこと。その人ジュリザーが言ってたんね、うん、ちょっとイメージに負けちゃってるやつあるけど、これが一番長いのかな。ウォールムウィンバレットは一番長い説でもあるな、うん、長いっすね。ウォールムウィンバレットは多分マジ長いっすね。そうだよね。でも俺結構意外なとこ入ってないのが多かったっすね。えマジ、はい、えちょっと それ知りたいな。リワインドブラスター。あーいやと確かになんだっけ、うん、スプリットバレット。あーソリッドバレットラインとソリッドバレットだ。ソリッドバレット、あ、スプリットバレットに入ってる。あれ違う、スプリットバレットか。スプリットバレット入ってる。モースのあれですよね。そう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 。スプリットバレットはソリッドバレットに落とされてる、うん。ああ、そういうことね。うん、リワインドブラスターは、そう、番外、あれかな。ああ、ちょうど入んなかった系のやつ。確かに。結構言ってたもん、うん、その、あの、なんだっけ。貫通バーチャル。そう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 。リワインドブラスターはでも、1、2年前とかだったら入余裕で入ってたね。間違いなく。なんか純粋に次元山とかかっこいいっすね、うん、ああかっこいい、うん、そう。あとかでも漢字だったら確かにね、うん、追従型貫通弾とか、うん、追撃貫通弾は言ってた。ああ確かに、うん、弾がやっぱ強いね。弾は強い。弾でもバレットでもやっぱ強いね。そう。あとオールレンジバレットですかね。オールレンジバレットもね、うん、入ってたね。それはやっぱりね入れてたかな。オールレンジバレットかっこいいですよね。オレンジバレットもなんか意外についてなかったんだよね。オレンジバレット少ないですね。そう、ね、ポポですよね。大そう、分かりやすいポンとポップとかだ。オレンジもまあ少ないですからね。ヒット数稼ぐっていう結構メリットになんか使われ始めちゃってるから、それは噛み合わないでつかないってイメージがあるね。オレンジバレットはね、はい、うん、あそっかマナとかも、あ湿気圧とかもそうなんだ。ほんとだ、気圧は知らんかった。知らんかったな。ペンネとかもそうなんだね。ああペンネ、この辺かな。意外になんか衝撃波系は言わなんか言ってない、言ってないなみたいなのはありましたけど、う
あともしかしたらまあダブルエナジーサークルとかは県外、県外で入ってきてますね、やっぱりね。うん、これかな。あとはまあ最初も言ったけど、うん、普通になんか自分で考えてイルミナリークラウドはすげえ好き。イルミナリークラウド。カッティングブレイク。カッティングブレイクは SS 名で。あるんでしたっけ？あのジェラルドが持ってる。ああ、そうだ、持ってるんですけど、うん、あ、これでもなんか確かにね。なんで皆さんもぜひね、これは言ってますとか、これ心の中で。コラボ多そうだよね。あのコラボは多そう。ストマイのやつとかだって多分あれでしょ。オリジナル友情のあれになってるから、うん、もうだってもうすでに必殺技だからあれ。間違いない。あれは必殺技がね、友情コンビになってるから。うん、逆に SS 名とかなんか複雑だね。なんかセリフとかも被っちゃってるから、うん、これっていうイメージなんかあんまりない。確かに、ね、SS 名ね、うん。どうしても種類で覚えちゃってるわ。SS はそうだね、種類で覚えてるから。ある SS も相当かっこいいのは多分多いと思う、うん、危険桜吹雪とかでしょ。ああ、桜とかそうでしたよ、ね、そうだね。なんかパッと思いつくとそう言われるかわかんないよね。なんだろう、うん、エルピスア55。エルピスア55ありますね。パンドラあれ有名でしたからね。エルピスア55。いやぐらいだな、うん、あのパンドラ分かりやすいもんパンドラ、うん、そうだよね。クライそうだ、パンドラクライスだっけ。パンドラフォックスクライシス、そうだ。はい、なんでね、皆さんもちょっとじゃあ友情コンボ SS 名でこれありましたら、うん、ぜひよろしくお願いします。まあでも確かにこの中で一回も声に出してないのなんかいくつかあったんで、ちょっと声に出しますという人はちゃんと録画よろしくお願いします。今回もゲームネタ事情4からお送りしました。ナビでした。シロでした。ご視聴ありがとうございました。ラウンドフラッシュ、ラウンドフラッシュ、ラウンドフラッシュ、友情コンボラウンドフラッシュ、トライブパルス、トライブパルス、トライブパルス、友情コンボトライブパルス、ソリッドバレット、ソリッドバレット。ソリッドバレット。友情コンボ、ソリッドバレット。全属性ホーミング25。全属性ホーミング25。全属性ホーミング25。友情コンボ、全属性ホーミング25。リバース反射レーザー EL4、 リバース反射レーザー EL4、 友情コンボリバース反射レーザー EL4、 フェローレーザー EL、 フェローレーザー EL、 フェローレーザー EL、 友情コンボフェローレーザー EL、クロスティンガー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 、友情コンボクロスティンガー、クロススティンガー、シャイニープレア、シャイニープレア、シャイニープレア、友情コンボシャイニープレア、シャイニングピュア、シャイニングピュア出して、シャイニングピュア出して、インボリュートスフィア、インボリュートスフィア、インボリュートスフィア、ポンデリング、インボリュートスフィア、ポンデリング、友情コンボポンデリング、友情コンボインボリュートスフィア、インボリュートスフィア、ウォールムービングバレット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 、友情コンボウォールムービングバレット。
友情コンボウォールムービングバレット、ウォールムービングバレット、壁バウンドだ、壁バウンドだ、イルミナリーグライド、スペクトラムリフレクション、カッティングブレイクン、カッティングブレイクン、カッ、小さい頃は神様がいて、不思議に夢を叶えてくれた。